おい、触るな。ぶん殴られてえのか。髪を引っ張るな、ガキかてめえは。ったく、バカマスターめ、俺がしっかりしてなきゃどうしようもないじゃないか。まったく、まったく。まあ、俺は父を超える騎士になると思うか。そっか、俺の剣を預け、名誉を預け、命を捧げる。騎士としては三流かもしれないが、それでもいいか。やあ、いらっしゃいだね、マスター君。地道にコツコツやる？それとも盛大にリソースを使うのかな？この服、かっこいいだろ。いつかの誰かが買った服だが、結構気に入ってんだ。とにかく動きやすいからな。春夏秋はこれで決まりだ。